はい、皆さんこんにちは。12月18日日曜日やってまいりましたね。ですね、今日はですね、朝早めに、番組をさせていただいております。なぜかというと、もうやはりね、少しでも早めにやらせていただいた方がいいと思いまして。さて、今日は皆さんね、ここで見ていただきますように、すごい面白い記事を見つけましたので、まずこれ聞いていただきましょう。日本でですね、いろんなところにいろんなものを貼ってるとかね、ここの博物館にね、まあ、提示してるもの、言葉とかね、英語がおかしいんじゃないかというね、このね、ワンキーイングリッシュグループがですね、これを出したんですけど、ちょっとこれ行きましょうか。はい、どうぞ。おかしな英語の博物館に捧げられた日本の展覧会。はい、非常に面白い語訳。笑える美術館での日本語から英語にした語訳。うん。数年前にデュオリンゴにハマりました、うん、それ以来フランス語、スペイン語、フィンランド語、中国語、日本語などの言語を練習するために毎日使用しています。しかし、これらのコースのどれも世界中で広く話されている英語のコースほど多くのユーザーに人気がありません、うん、英語を話さない国でさえいくつかの英語の看板を設置する傾向がありますが、まばらで奇妙であることがよくあります。小便器のすぐ上に取り付けられた通知は、訪問者に正確かつ優雅に排尿してくださいと促します。いやいや、これですね、トイレをきれいに使っていただきありがとうございます。で、これ英語に言うとですね、 Please、 まあもう書いた方なんです、 Please urinate with precision and elegance。 なんかよくわかんないですけどね、これね、トイレをきれいに使ってくださいとか、Thank you for using the toilet cleanly。 まあね、きれいに使っていただいてありがとうございました。なんだけどね、これね、この性格で優雅に歯尿、まあこれ小便のことだと思うんですけど、歯尿を、してくださいと、してくださいなんだけど、どうやってこの言葉がね、出て、正確で、まあ、わかります。僕も部屋を貸してますんで、その部屋を貸してるの中でですね、自分の部屋にですね、トイレがあるときは全然問題ないんです。その人しか使わないんですけれども、ただし、二人で、部屋二つがあって、トイレが一個しかない場合ですね、いや、私も書いてます。Please,clean after toilet use。 まああとね、このね、 for next person、 他のは、まあ次の人のためにきれいに使ってくださいって英語で書いてあるんですけども、まあこれも多分その意味を入ってるんじゃないかな。ただしね、女性の方が座ってきれいに使ってあげるんだけども、男性の方は立ってやるからね、散るんですよね、あちこちにね。だから、それはね、非常に困った。人によってね、どうもね、汚いなと、うちの弟が言うんですけどね。で、そこをきれいにするんですけど、でもその人たちに書いてあってもやらないんだから、たまにはね、すいません、座ってくださいねって言うんだけど、男性の方はね、やっぱり、面倒下がるのかなっていうのを思うんですけどね。まあ、とにかく、気持ちはわかる。気持ちはわかる。ただし、これちょっとね、言葉がプラチしすぎるですよね。まあ簡単に Thank you for using toilet cleanly、 あるいは Can you please use toilet、 あるいはこれが一番いいね、 Please clean after toilet use とか、あるペーパーで Use paper and clean it up と、サラさんも次の人のためにまあいいよと。いやー、まあとにかくそういう言い方が書いてるようでございます。そうですね、性格で優雅に、優雅にってのはわからないね、歯尿してくださいということでございますけどね。まあでもね、人によってはすごい面白いという人もいますし、本当に違う国に来たなという感じもする、されると思うんですけど、これがまた面白いんですよ。はい。犬の糞を捨てないでくださいって言うんだけど、英語がね、Don't throw away dog。犬を捨てないでくださいというふうになってるんですよね。だから、この糞を忘れてるんですよ、この糞。これね、英語でプープって言うんですね。プープ。だから、犬の糞を捨てないでくださいとか、don't throw away。throw away。ここまでいいんですよね。ここにね、
ダークプープって言ってくれればね、プープを忘れたんじゃない、これ入んなかったのかな、長すぎたのかわかんないんですけど、まあ、犬を捨てないでくださいって言ったら、これはね、これは笑ってしまいますね。犬捨てるのか、アメリカでね、結構ほら、犬をもう、あれできないと、もう捨てちゃう人もいますけど、あまり良くないよね。やっぱり、それ見つけたらね、罰金なんで、犬を捨てないでくださいって。面白いね。うわ、これは笑ってしまいますね。確かに。続きまして、これでございます。小さなお子様、お年寄りの方は召し上がらないでください。いや、普通ですよね。日本語で言うとね。英語に行くと、Please do not eat children and elderly. 子供と年寄りと食べないでくださいって言い方してるんです。これは驚き、桃の木アレキサンダーで。いや、まあ、お子様や、食べないで、お子様、そうで、これはこれですよね。で、まあ、それを簡単に英語を見てみたら、Please do not let. この言葉忘れてんだからね。Please do not let small children or the elderly eat. 年寄りとも食べちゃいけないのかな、なんか。お正月のね、お餅はわかるけど、これは何だろうね。まあ、そういう言い方してるんだろうね。まあ、若者、子供とお年寄りはダメですよけども、普通の人は食べてもいいですよっていうことなんだろうかね。まあ、これもちょっと聞きましょうか。はい、どうぞ。はい、行きましょう。はい。上記のプロモーションビデオ、これらの奇妙な翻訳の元となった元の日本語のフレーズを提供します。いや、この日本語の記事に付随する写真で、ミュージアム・オブ・ワンキー・イングリッシュの貴重な言語遺物の一部を今でも見ることができます。子供やお年寄りは食べないでください。コーヒーがなくなったら、終わりました。あなたの手をクラップします。クラップね、このクラップっていう言葉がね、あんまり良くないんですよね。クラップ、What a crap ってアメリカで言うんですけど、ただ日本では L の発音がないので、クラップに聞こえるんですよね。クラップ、ハンドクラップ、クラップハンズ。だから R と L の発音がないためにこうなったんだと思うんですけれども、まあとにかく、そうですね。Please do not, そうじゃなくて、Please do not eat children and elderly. 子供と年寄りを食べないでくださいということなんです。これは、これも笑いすぎたなぁっていう感じでございますけどね。はい、続きましては、これでございます。はい。もう先ほどコーヒーの話ありましたけど、これ普通、これあんまりもうそんなあれじゃないと思うんですけど、こちらのコーヒーがなくなり次第、終了になりますということで、When coffee is all gone, it's over. まあこれはあれだね、書き言葉じゃなくて話し言葉ですよね、書いてくれたのは。だから、all gone. まあ全部終わったら、まあこれ合ってるんですよね。it's over. まあ終わりですよということなんだけど、まあどっちかというと、as soon as this coffee runs out, it's end. it's over. it's end. まあ、これはね、そんなにね、おかしくとはないと思うんだけど、まあこれもちょっと聞きましょうか。はい、どうぞお願いします。せいぜい一義的ですが、これらのフレーズやその他のフレーズは、想像力に対して一種の力を発揮します。うん。綿密に精査すると、基礎となる日本語の仕組みと英語との違いも明らかになります。そして、ミュージアム・オブ・ワンキー・イングリッシュは1週間しか開いておらず、先週終了しましたが、私と同じように韓国に住んでいるあなたには、ワンキーな英語自体が不作法な健康状態を保っていることを保証できます。ははー、健康時代いいですね、それは。はい、ということでございましたね。いや、まあ、ということでね、他のもあるらしいんだけど、それは見つかったらまた皆さんに紹介いたしますけど、私もね、日本で、中二時代の英語の雑誌、まあ、中二時代って今でもあるのかどうかわからないぞ、やってましたけどね、その中になんかおかしな英語何個かね、ありますんで、それちょっと見つけてね、まだ皆さんに紹介します。もう私の若い頃でしたので、どうかなっていう感じなんですけど、まあ、それまたね、ちょっとこの次ご紹介いたします。もうだんだん、まあ、日本はね、英語上手になってきてるんでね、全然問題ないと思うんですけど、まあ、
これは海外の方に面白いなという話があるんでしょうね。はい、ということでございまして、続きましてはこれでございます。皆様ご存知に、あのね、エンジェルスはね、ショートストップの選手が必要なんだよというのは分かってるんだけど、なかなかね、こうガーッと言って取りに、お金いくら出しても取りに行かないんですよね。フェアにやろうとしてるんだけども、なかなかそう思うようにいかないのが現状でございます。そういうことで、まあ、どうなるか、これ行きましょう。はい、どうぞ。ショートと FA の市場冷えてきている今、エンゼルスの次の予定は何ですか？ビッグネームのショートストップをすべて逃した後、エンゼルスはここからどこへ行くのでしょうか？どこへね、行くやら。エンゼルスは、ビッグ4のフリーエージェント遊撃手のうちの一つであるようには見えませんでしたが、これは明らかにがっかりしています。うん、がっかりするよね。エンゼルスの最大のニーズは遊撃手ポジションであり、利用可能なエリート遊撃手はすべて他の場所で契約しています。はい。エンジェルスには、必要に応じて追求できる公開市場に関するいくつかのオプションがあります。はい。ジャンセグラのような選手が二塁手として契約でき、レンギフォとフレッチャーが遊撃手を獲得する。それはちょっと。エンゼルスは、レンギフォとフレッチャーが二塁でスプリットタイムを取りながら、エルビス・アンドラスのような選手と遊撃手と契約することもできます。エルビス・アンドラスはこの人ですね。この人もいいですよ、と。それから、アメド・ロザリオさんもいいんじゃないですかって言ってるんだけどね。はい、続きましてどうぞ。ハローズはショートストップを見つけることができるかどうかを確認するために、トレードマーケットでアクティブにする必要があります。そうそう、トレードマーケットしかないんだよね。アメッド・ロザリオは、チーム管理の最終年にあるため、出場できる可能性があります。うん。多分、ミゲル・ロハスは、低迷した年から安く手に入れることができますか？お、ミゲル、ジャイアンツがコレアと契約した後、ブランドン・クロフォードを獲得できますか？うん。エンジェルスは中盤を改善する必要があるため、テリー・ミナシアンはここで何らかの解決策を講じる必要があります。うん、彼らにはデビッド・フレッチャーの遊撃手で打てない二塁手と防御的に圧倒されているルイス・レンギフォの二塁手で攻撃的にプレーする平均を上回った三塁手がいます。うん、彼らは彼らが言った追加で素晴らしい仕事をしましたが、行うことはできません。うん、ウィルソン・コントレラスに参加しているエンジェルスは、彼らがまだお金を持っていることを私たちに伝えています。うん。要するにね、デビッド・フレッチャーをショートとセカンド使えないことはないんだけれども、打てないんだよね。で、リンギフは打てるから、彼をセカンドに使う。結局はショートストップがいないよということなんですよね。まあ、その辺はどうなさるか。ミナシアン頑張れ！まあね、ズガドンが怒るでということでね、ございますけれどね。続きまして、これでございます。ワールドベースボールクラシックということでございますけどね。ダルビッシュ有と大谷俊、大谷翔平が中心になってやっていくだろうということを言ってるんですね。じゃあ参りましょう。どうぞ。はい、行きましょう。大谷、ダルビッシュが侍ジャパンの中心になる内川聖一が彼らに重ねる一郎の存在感。おお。国を背負って戦う。言葉にするのは簡単だが、その大舞台に立つ選手たちの重圧は計り知れない。列島が湧いたサッカーワールドカップが終わって年が明ければ、うん、今度は野球の世界一決定戦が待っている。年を明ければいいね。来年3月に開催されるワールドベースボールクラシック WBC、 新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期されていた第5回大会に、うん、侍ジャパンが挑む、うん、そうだね。日の丸の重みを誰よりも知る一人が、今季限りで NPB から引退した内川聖一内野手。うん、2009年の第2回大会から3大会連続で代表メンバーに名を連ねた。お、それぞれ違う立場で WBC に携わらせてもらった、うん、言わずと知れた短期決戦の鬼は、世界一の歓喜も3連覇を逃した絶望も味わった、うん、自らの経験を踏まえ、日本人メジャーリーガーの存在の重要性を語る。米西海岸サンディエゴペトコパークのグラウンドから青空を見上げ、自然と背筋が伸びた。現地時間の2009年3月15日、WBC 第2回大会で侍ジャパンは、舞台を米国に移して第2ラウンドに挑もうとしていた。うん、
チーム最年少組の26歳で代表入りしていた内川の胸には、東京ドームでの第1ラウンドとは違う思いが込み上げていた。アメリカ大陸に行って、君が代を聞いたとき、本当に日本代表として戦っているんだなとすごく感じたんです。子供の頃から当たり前のように国旗や国歌に触れてきましたが、日本人として頑張らなきゃいけないなと感じた瞬間でした。ましてや、2006年の第1回大会から連覇が宿命づけられた身。やっている時は夢中でしたね。うん、やらなければいけないという思いだけでした。うん、一郎や岩村明憲、福留孝介、城島健二らメジャーリーガーも加わったチームで、先輩方についていく感じ。うん、それでも、若手の活力は勢いをもたらし、決勝では宿敵、韓国の流れを断つ好み送球も。延長10回に決勝のホームを踏み、歓喜の輪の一員となった。うん、若手からベテランまでが集う侍ジャパンでは、それぞれが果たすべき役割も違う。3連覇がかかった2013年の第3回大会に中軸の一人として、臨んだ内川は、前回とは違う重責と向き合った。うん、一生懸命に前を追いかけていくだけだったのが、今度は自分たちが主力になっていかなければいけない責任感を持って大会に入って、行きました。うんうん、3回目の世界一という期待にいらえなければいけないと。うん、結果的には、準決勝敗退。うん、巻き起こった議論と批判こそ、日本を代表して戦う厳しさ。当たり前にできたことでも、きちんと意識を向けてやらなければいけない。うん、日々の練習から気を抜いちゃいけないなと改めて思わされました。野球観に影響を与えるほどの衝撃だった。はい、ということでございましてね。もっとすごく長いんですけれども、まあ皆さんね、まあ、要するにおっしゃってることはですね、まあとりあえずダルビッシュと大谷さんが中心になって、日本を背負って、海外にね、日本の君が代があったら本当に自分はアメリカをじゃなくて日本を背負ってやってるんだなということがすごいこの重みがあるよということをおっしゃってるんですね。だからそれを大谷さん、我々のショヘイ大谷頑張れという感じでございます。ユーダルシも頑張れという感じですけどね。はい、ということでございました。はい、続きましてこれでございます。はい、違うじゃなくて千賀滉大さん、目つ入りしてもうね、昨日この間から話出てるんだけども、ボーラスがですね、ボタンじゃないかって言うんだけどね。いや、そうじゃないよと。まあ、ちょっと行きましょうか。はい、どうぞ行きましょう。はい。千賀滉大のメッツ入りが正式発表。5年102億円の大型契約。育成出身初のメジャー契約。うん。バーランダーらと協力ローテー、エプラー GM、何年も前から注目。うん。メッツ入りが正式発表された千賀滉大。メッツは17日、日本時間18日、ソフトバンクから海外フリーエージェント、FA、権を行使した千賀滉大投手と5年契約を結んだと発表した。うん、契約期間は2027年までで、2025年シーズン後に契約破棄権、オプトアウト、地がつく。2016年から今季まで7年連続で2桁勝利をマークした。17年オフにメジャーリーグへの思いを公言し、10月31日に今季取得した海外 FA 権の行使を申請する書類を球団に提出。複数球団による争奪戦となったが、メッツと5年総額7500万ドル、約102億円で合意したと10日、同11日かに伝えられていた。うん、育成ドラフト出身選手では初めてメジャー契約を結んだ選手となった。メッツには吉井正人、松井和夫、石井和久、高津慎吾ら過去14人の日本選手がプレーした。メジャー球団では最多となる。通算244勝のジャスティン・バーランダー、同201勝のマックス・シャーザーらと協力ローテーションを形成し、37年ぶりのワールドシリーズ制覇を目指す。スティーブとアレックスの勝利へのこだわりやファンへのコミットメントには感謝しきれません。千賀選手はチームを日本シリーズ4連覇に導くなど、類似なる成績を残してきた選手です。うん、
彼のような能力を持った選手がローテーションに入ってくれることに感激しています、ということでございましてね。まあこれも楽しみでございます。頑張ってくださいね。我々もこっちから、私もアメリカの方で見守っております、ということでございまして、続きましてはこれでございます。 Twitter ですね。なんかいろいろ大変なことになって頑張ってるようでございますけど、この話クリーンアップは Twitter で継続、はい、イーロン・マスクは15億の使用されていないアカウントを削除します。はい、イーロン・マスクは批判されるかもしれませんが、すべての人にとってより良いツイッター 2.0 を実現するという約束を守ります。一歩一歩、イーロン・マスクのツイッターは形になり始めています。プラットフォームでドナルド・トランプを再承認し、スタッフの半分を解雇した後、億万長者は彼のソーシャルネットワークをクリーンアップし続けています。今回の変更にはユーザーが関与しています。約15億の非アクティブなツイッターアカウントが間もなく削除されると、イーロン・マスクは金曜日にツイートしました。これらの削除は、何年もツイートしたりログインしたりしていないアカウントにとって当然のことです、と彼は説明しました。したがって、この削除により、潜在的な新しいユーザーのエイリアスと名前が解放されます。しかし、この措置は広告主へのジェスチャーでもあります。なるほどね。ボットを探す。うん。ムスクの買収を受けて、多くのグループ、フォルクスワーゲン、ゼネラルミルズ、ファイザー、モンデリーズなど、がツイッターへの投資を停止しました。うん。多くの人は、テスラのボスが言論の自由のかなり絶対的なビジョンを擁護しているため、プラットフォームがさらに有毒になることを恐れています。イーロン・マスク自身は最近、ツイッターが収益の大幅な減少を経験していることを認めました。ツイッターはデジタル広告市場では小さなプレイヤー全体の 1% ですが、依然として収益の 90% を提供しています。このコンテキストでは、非アクティブなアカウントを削除すると、これらの広告のオーディエンスの測定が改善される可能性があります。いずれにせよ、これはイーロン・マスクにとって長年の戦いです、うん、買収の困難な話の中で億万長者はすでにツイッターが視聴者を水増ししていること、およびツイートを自動的に投稿するロボットであるボットを追い詰めるのに十分なことをしていないことを非難していました。広告主のためのもう一つの対策、ロイターによると1週間以内に新しいツールが特定の潜在的に問題のあるキーワードを含むツイートの横に広告が表示されないようにします。例えば、人種差別的または攻撃的な言葉である可能性があります。エージェンシーによると、ツイッターは英語以外の言語でのコンテンツのより適切なモデレーションを可能にする専門会社を使用するのではなく、モデレーターを復活させることも検討します。おー、すごいね、それは。新しいツイッターブルー。イーロン・マスクはまた、追加の収益を生み出すことで、うん、ツイッターを広告から解放したいと考えています。これを行うために、彼はツイッターブルーの再設計も行っています。うん、この有料サービスは、2021年、買収前に最初にカナダとオーストラリアで開始され、次に米国、ニュージーランド、英国で開始され、ツイートをフォルダーに分類する機能や読み取りなどの追加サービスを提供しました。で、日本は入ってないんですけどね、まあ日本もやってほしいものでございますけどね。まあ要するにね、15億の使用されてないアカウントを消すということなんですよ。どんなの、やっぱりすごいな、もうすごいお金扱って買われたんで、やっぱり良い方に良い方にって、それはいろんなね、大変なことをね、ツイッターでやってましたからね、国をね、もうFBI がね、めちゃくちゃやってたからね。で、それを彼が一生懸命きれいにして、クリーンして、あれを皆さんに提供するということで、もうすごいね、これは頑張り屋だよ、本当に。なかなかね、やれるものではないですよ。だってお金がどんどん少なくなって、今、テスラからのお金もどんどんそこにすき込んでやってるのよ。もうなかなかできるものじゃないよ。で、国だってね、悪い方に言ってたんだから、それを一生懸命ね、アメリカはやっぱりね、自由の国で、やっぱりみんな
フリーで住みましょうっていうことだと思うんですね、中国と違って。だそれはね、なんかね、天使が、エンジェルじゃないけど、天使が来たみたいなもんだけど、その天使をね、やっつけるのはやっぱりいろんな人がいるのよ。トランプも一生懸命いいことやったんだけど、みんな悪い方に取ってて、彼もやっつけて、未だにやっつけてますよ。彼がね、エレクションをね、変えるとか、自分が全部ね、あれだ、エレクションをね、盗んだのに、それ私たちは何もしてない。彼をやっつけようとしてる。まあ、いずれにしてもどういう方向に行くか、それはね、まあ、また見てみたいと思っております。そして、続きまして、この方で我々のコーナーがやってまいりました。このコーナーにはですね、いつも頼りをいただいております。この方、よしみさんから始めさせていただきます。Ladies and gentlemen, from Japan, よしみコメント、コメント、どうぞ。よしみさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。何か大谷選手が来シーズン夏にドジャース移籍の話が既成事実化してるようですが、はい、私は反対ですね。はい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 、はい。ロバーツ監督の投手起用には以前から疑問がありましたし、怪我につながらないか心配です。頭に包帯。頭に包帯。今年ドジャース球場でアンダーソン投手がノーノーをしそうな試合で大谷選手が三塁打を放ち阻止した試合も、帰りにエンジェルスファンが乗った車のガラスが割られ、父親と娘さんはとても恐怖を感じてしまい、その後親子で野球を見に行くことはなくなったようです。へー。とても悲しいですね。一部のファンがやったことかもしれませんが、エンジェルスのファンは決してそのようなことはしないでしょう。同じ理由で、相手チームの外野手に物を投げ込むようなファンがいるヤンキースもありえません。すべては大谷選手の決めることですが、ひいきの引き倒しをするようなファンがいるチームには移籍してほしくないですね。考え中。考え中。はい。よしみさん、私はここでね、あなたの伝言を大谷さんに伝えます。Mr. 大谷、Please understand よしみさん's request. She's requesting that do not go to Dodgers because Dodgers has no security. They are not like angels. So we, よしみ's request, please,Do not go there. Obviously, you will decide what to do, but Yoshimi-san's request is don't go there. And obviously, she's also requesting do not go to Yankees. I'm sorry, it's a request from Yoshimi-san. Yoshimi-san, 英語で伝えましたよ。大丈夫かな？はい、ということで、続きまして、ズガードン、ドン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 。ありがとうございました。ズガードンさん。Ladies and gentlemen, Zugadon Manchio-san has a beautiful comment. Let's go. どうぞ。ズガドン総帥さん。はい。コメントありがとうございます。ありがとうございます。トラウト小谷くんの一緒にバット持つ写真良いですね。Yes. 絵になるな。スマイルマークしかしメディアだのなんだの、あっち側の人たちのすることは気持ち悪いよな、対象相手の位置を把握し報告を正当化してるとかマジでヤバよ冷や汗暗殺とかされたらどうすんのよ。そうだよね。もういっそのこと本心をあちら側の方に理想を聞いてみたいわ。確かに、どれどれ。私たち側は民主主義で、共和党側は共産主義で常に監視して管理したい。もちろん、銃など携帯させないし、盗聴もする。特に中間層以下の低所得者層は民主、共和関係なく管理社会にして、パラダイスを作りたいだとな。バカ野郎。猪木区長で、人の上に人がいるなんてパラダイスじゃなくて、パラダイムだろ。このバカ野郎。で、あいつらの理想がこうじゃなければいいな、涙顔。ああ、すごいことだ。ああ、笑ってしまいましたね。バカっていう言葉があるんだけど、やろっていうのは男のことなんだろうね。男の人はバカだねという意味なんでしょうけど、まあ、こうやって一緒になって言うとね、おおってくるね。いや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 、すいません。ゾガドンさんを怒らせてしまいまして、申し訳ないですけどね。まあ、この程度はね、怒るのはやっぱりね、気持ちはわかりますよね。
はい、ということでございまして、そろそろま30分になりました。またもし、今日ちょっと申し訳ないですが早めにやらせていただいておりますので、もし皆さんがね、コメントいただいていればまた明日ご紹介させていただきます。そして、大体ね1000人から2000人の方見ていただいてるんですけれども、多分ねちょこっと見て終わらしちゃうと方もいらっしゃると思うんだけれども、あのねいいところいっぱいあるんですよ皆さん。あの飛ばしてみてもいただいても結構ですけど、最後にちょっとしたコメントね、あの英語、日本語、スペイン語、何語でも構わないの。もうとにかくね今は世界のね、Google ですぐチェンジできるからね、そういうことなので、遠慮なくお願いします。Ladies and gentlemen, please thank you for watching my program, and I would like to request you if you like to comment on Shohei Ohtani of Angels, please let me know. The thing is that we don't know where he will go, and everybody all on the program we can see that it looks like he's going to Dodgers. And Yoshimi-san's request was that, you know, please don't go to Dodgers because it's a security issue.And then don't go to Yankees because that's a security issue too. So, well, you know, all these the people they're requesting it, I can only, you know, tell them what to do. But, you know, finally, it will be decided by Shohei Ohtani. ということでございまして、本当にね、中には英語も入れさせていただきましたけれども、ありがとうございました。はい。ということで、今日はおさらい簡単にいきましょうかね。はい、これでございます。トイレをきりに使っていただきありがとうございました。それをね、英語でね、Please urinate with precision and elegance。私はエレガンスだわーっていう感じなんですけどね、トイレをきりに使っていただきありがとうございました。簡単に言えばいいんですけど、これをね、日本語にするとですね、この正確で、まあ、正しいですね、正確で優雅に。証明をしてくださいって、犯人を証明してくださいってことなんです。優雅に。いいね。優雅に私は、もう、火の下で楽しんでます。優雅に暮らしてますよっていう感じなんで。いいね。言い方なんですけどね。ただちょっと意味がね、素晴らしくなって、証明するときには、こんな素晴らしい気持ちになるような感じがしますけどね。僕もね、実は部屋を貸してて、その中には、Please clean after the toilet use. トイレット使った後に、クリーンしてくださいとか。まあ、本当に次の方のためにクリーンしてくださいってことなんですけどね。はい、続きまして、これでございます。この糞を忘れたんだけど、Don't throw away dog. 犬を捨てないでくださいということでございます。これも笑ってしまうんですけどね。から、糞が入ってる。糞はね、プープなんですけどね、プープ。はい。子供にもこれ使うらしいんですけどね。マミー、I wanna go to poop! だからまあ言うらしいんですけどね。まあということでございますので、次はこれでございます。小さなお子さん、お子様、お年寄りの方は、召し上がらないでください。ということなんですけど、英語は面白いね。Please do not eat children and elderly.子供と年寄りを食べないでくださいということの直訳になっておるようでございます。ああ、笑って、今日はもう本当にみんな笑わせてくれるんでね。お子様、こうですね。Please do not let 彼ですね。これ、この言葉使って、let small children or the elderly to eat。まあ、そういうことなんですけどね。それからこれもありましたね。これはまあ、そんなあれじゃないんですけどね。ということで、続きましては、これでございます。はい。エンジェルスにはね、天使って言われてるんだけどね、エンジェルスにはショートストップがいる。早めに取らないと、メナシアンは、あなたはどうなるのか、ズガドンは怒るでーっていう感じでございますけど、続きまして、これでございます。はい。日本を背負って、ショヘイ・オオタニとダービッシュ二人でね、日本を背負って勝利に結びつけるように、まあ、書いてない。だからなかなかね、そう簡単じゃないよと、やっぱり違う国に行ってそこでもってまた君が代を聞くと、やっぱり自分はね、自分の日本のために頑張ってるんだなという気持ちをね、なりますよということをおっしゃっているんですね、ここでね。はい、続きまして、これでございます。千賀滉大、千賀ね、これ違って呼んでしまうんだよね、うちの桜ちゃんがね。千賀滉大の、まあ、
ですね、すごい、まあ、このグループがですね、バーランダーとシャーザー、この二人の間に入って、これはすごいグループになるだろうね、もう。例えばね、4回やって3勝1敗だったらもう大変なことですよ、これは皆さん。ね、お化けフォークも出てくるだろうし。はい、そして、この方ですけど、イーロン・マスクさんは、ですね、15億人の使用されない、されてないアカウントを削除するということなんですけどね。まあ、いろんな人がブーブー言ってくるだろうけど、まあ、そうやってしないと綺麗にならないということをおっしゃってるんですね。はい、私もそう思います。そして、よしみさんのね、今日は素晴らしかったね、よしみさんの。とにかく大谷さんは、ドジャーズにはやめてほしいということでございます。そして、ニューヨークも遠慮してほしいということでございます。で、ズガドンさんは、男のバカーということをね、いただいて、しっかり目覚めろ、そんな冗談じゃないぞということをおっしゃってる。やっぱり国をね、やっていくためにはね、やっぱりね、いろんな国から来るともね、やっぱり正式に入れるのはわかるけども、どん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 ね、今の政府がどん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 入れてるのはどうかということをおっしゃってると思うんですね。それからやっぱりね、みんな仲良くやってほしいんですよ。なんでね、お互いに、トランプもかわいそうだよ。本当にね。まあ、お互いにいろいろあるだろうけど、ちょっとね、やりすぎだと思う、お互いにね。大統領のために、こんな大統領のね、家をね、あれをするっていうのも、レイドするっていうのも良くない。でもやってましたね。ということでございまして、今日は大谷さんはどこの、ここですね、やっぱりね。日本ショットやっていただいてるんで、ここをやっぱり終わらせていただきたいと思います。はい。大谷さん、ダビーさん、頑張ってくださいね。World Baseball Classic。それでは。See you later, alligator! See you later, alligator! はい、ということでございまして、皆様、また明日、お目にかかります。はい、どうも、ありがとうございました。